高倉麻子。今年3月、中国スーパーリーグ上海農商銀行女子サッカーチームの監督に就任しました。初の外国人の監督です。高倉さんは10歳の時、地元福島のサッカーチームに入団。高1点でしたが、男子よりも俊足で瞬発力も秀でていました。めきめき頭角を現した高倉さんは若干15歳で日本代表に選ばれました。1990年第1回アジア選手権、91年第1回ワールドカップ、そして女子サッカーが初めて正式種目になった96年のアトランタオリンピック出場と、高倉さんは世界女子サッカーの発展とともに歩んできました。2004年に現役を引退した後は指導者に転じ、2007年から日本サッカー協会ナショナルコーチ、2013年からは20歳以下のチームの監督としてアンダーセブンティーン女子ワールドカップ初優勝、 AFC アンダーナインティーン女子選手権優勝にチームを導き、 AFC 女子年間最優秀監督に選ばれました。2016年からは日本代表の初の女性監督に就任し、2018年 AFC 女子アジアカップで大会2連覇を達成しました。日本女子サッカーリーグベストイレブン7回、AFC 女子年間最優秀監督7回と、選手としても指導者としても高倉さんは技術も指導力も高く評価されています。現在上海女子サッカーチームの監督として、チームにもたらす変化に大きな期待が寄せられています。素晴らしい経歴ですね。さて、高倉さんはなぜ上海女子サッカーチームの監督を担当することになったのでしょうか。東京オリンピックが終わってから、監督の契約が終わって、次何をやろうかなっていうふうにちょっと考えたときに、海外での指導っていうのは頭にあって、上海チームからオファーをもらって、上海チームがもう育成から始まってチームを強くしたいっていう気持ちがとても強かったので、その気持ちを聞いて、思い切って行ってみようかなっていうふうに思いました。なるほどですね。上海に来てくれて本当にありがとうございます、上海に来られた時、チームのことや選手たちに対してどんなご印象でしたか。初めはもうとにかく初めましてなので、選手がどういう反応をするのかなとか、どんなプレーをするのかなっていうのは、私自身もこう未知の世界でしたけれども、非常に素直ですし、こう学びたい気持ちも強いですし、トライする気持ちも強いので、今のところとてもこうやりやすく、いい関係でやれてるかなというふうに思いますね。なるほどですね。実は選手の皆さんに高倉監督の印象を伺いましたので、練習の様子をともにご覧ください。西北の東方緑州のサッカー練習場では、上海女子サッカーチームが次の試合に向けて練習しています。選手たちの士気はますます上がってきています。高倉監督の就任でチームのコンビネーションも良くなり、団結力も強くなってきました。就任からおよそ3ヶ月、選手たちはチーム初の外国人の監督を迎え、どのような感想を持っているのでしょうか。对教练的感觉就是特别的亲切，然后都是大部分是以鼓励性的语言为主，然后可能是给队员的话一个比较相对轻松愉悦，但是就是说要求上比较严谨的一个环境。他是给我们自主思考能力会比较多一点，然后他讲的比较少，就是一直是在对抗啊，只是最后总结的时候他会让我们去想，然后赛后会让我们去看，就是我们会每天会拍那种视频录像会让我们去看，然后每天的总结。他是一个平时很开朗很活泼的一个教练，愿意跟我们在一起玩啊打闹啊那种。训练当中他还是比较严格的吧，但是他很少就是骂我们或者怎么样，更多的就是去语言的严肃来告诉我们，可能我们应该更做得更好那种，更加的让我们自己去融入这个足球，去喜欢这个足球。練習は厳しく、生活面では優しい高倉監督。選手たちは元日本代表の高倉監督が持つサッカーの知識や国際大会の経験は、チームが弱点を克服し技術力を向上させることにつながると期待しています。インタビューから選手たちが高倉監督にとても期待しているのがよくわかりますね。
高倉さん、はい、高倉さんは10歳、つまりこう小学生の時にサッカーを始めたと聞きましたが、はい、その具体的なきっかけは何でしょうか。まあ、私小さい頃からとてもこう活発で、まあ、スポーツがすごい好きで、はい、男の子とばっかり遊んでたんですよ。で野球がもともと好きで、で野球のプロ選手になりたいっていうのが夢だったんですけど、よく男の子と野球やって遊んでいて、まあ、野球やってた友達がみんなサッカー部に入るっていうふうに言ったので、放課後が誰とも遊べなくなっちゃうんでまあ仕方なく最初はこうサッカーを始めたんですけれども、まあ、やってる中で本当にサッカーの魅力に取りつかれて、まあ、本当に上手くなりたい、明日もサッカーをやりたいんだ、プレーしたいっていう気持ちがどんどん強くなって、その当時やはりあの女子サッカー選手っていなかったですし、もう常にその環境を探して、もう男の子のチームにお願いして入って練習させてもらったり、まあ、私あの福島っていう場所が自分の生まれ故郷なんですけど、はい、まあ、東京までチームを探して片道3時間半かけて練習場まで通ったりっていうのはずっと長くしてましたね。13歳、14歳の中学生だったんですけど、一人でなので、よく駅であの大きな荷物持ってるので家出少年に間違われて警察官に、そうですね、でさらに髪の毛も短くて、あの野球帽みたいなかぶってるので、男の子の家出の中学生って思われて、よくこう聞かれて、何やってるんだって聞かれて、いやサッカーですって言ってもなんかちょっとハテナが飛んでて、まあいろいろ説明すると、じゃあ気をつけて帰りなさいっていうのは何回かありましたね。高倉さんがこう本当に真剣にこう頑張ってて、あとサッカーに対する愛情を持ってからこそ、本当にこうどんな試練も乗り越えられて世界の舞台に進んでいったんですよね。まあ、サッカーを好きな気持ちはもう誰にも負けないっていうのはありましたね、その自信が。高倉さんのお話を聞いて私も感動しました。サッカーの魅力を私も体験したいと思い、先ほど高倉監督にご指導いただきました。その様子をご覧ください。これからボールの練習に入りますね、はい、私は本当にこう初心者なので、はい、ボールに触ることも多分初めてくらいの初心者なんです、はいはい、でも最終目的はなんとリフティングをできるようになることなんです、うん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 、だからよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ目標を決めましょう。じゃあ、はい、何回つけるように。何回つける。3 4か5ね、じゃあ、ね、はいはい、頑張ります、ね、早速頑張って。最初は一番簡単なのはももが簡単だと思う。これキャッチで、キャッチ1回から挑戦します、うん、キャッチで、はい、ももの大体このこの辺あたりか、はい、いいように OK 私がキャッチしましたまあでも当てる当てるまず1回から1回から、うん、でもできそう。そしたら左右の方がやりやすいかな。左からでいいボールが来たらやる、うん、でもしあっち行っちゃったらこの繰り返しで、ボールも少し内側の方がこっち、内側の方、うん、おできた。おあっという間にできる。すごい、さすが高倉監督、本当に指導の方法が上手いですよ。私のような方もいやいや本当にできるようになったんです。センスがいいです。頑張ります。もう一回、うん、さっきのは奇跡じゃないことを証明しますいい、あーダメダメ、当たる場所がねここだから、あっち行っちゃね、うん、当たる場所が大事。1、2、おーっとまあでも2回できればもうこんな短い時間でできたから、ではこれを持ってそのボールの練習を終わりとさせていただきます、はい、本当にありがとうございました。いいえ、なんかとっても上手でしたでもそのリフティングの目標も4回にしたんですけど、はいはいはい、でも結局2回しかできなかった、はい、でも本当に思ったよりサッカーはこう面白くて、うん、簡単な、うん、もう簡単と言えるほどもう面白い運動なので、はい、皆さんもぜひぜひ自分でチャレンジ見てくださいね。多分時間あったら4回できたと思います頑張ります。これからも練習を続けます。頑張ります。頑張って、さて高倉さん、
はい、高倉さんの初の海外遠征は中国だった、うん、はい、ということなんですね、はい、最初15歳で日本代表に選んでもらって、中国の多分遼寧省に行った記憶があるんですけど、東北の方、はい、その当時中国ものすごく女子サッカー人気があって、お客さんがたくさん入ってくれてる中で初めて試合をして、こう自分も緊張感を持って、観客の熱い応援みたいなのはとてもよく覚えてますし、まあ、それから私が現役時代はもう中国には全く手こう立ち打ちできなくて、いつも負けて、何回チャレンジしてもまあずっと負け続けたっていうのが、まあ自分自身のこう女子サッカーのプレイヤーとしてはそういう思い出ですね。ではこう上海の市内観光とか、あと他の観光スポットを回ったりしたことありますか？うん、はい、なかなかサッカーの、まあ、試合もたくさんあるので時間がないんですけど、はい、本当に歯ブラシと洗抜きと注射器って言われてる、はい、まあ、上海タワーとか、はいはい、あの辺はこの間行って、でも遊園は一度、遊園もこの間行って25年前ぐらいちょっと遊びに来た時とすごい変わってたので、はい、綺麗になって、まあ、観光客も行きやすいような状況になってて、はい、小籠包も相変わらず美味しかったですし、また友達が日本から遊びに来たら行ってみたいなと思います。ぜひぜひ。さてまたサッカーの話に戻りますが、はい、上海女子サッカーチームは国内女子スーパーリーグで今10戦目に入りましたね、はい、チームと選手たちの強みとか特徴は何でしょうか？上海チームの特徴はやはりその育成からしっかり選手を育てているので、はい、選手一人一人の技術的なところは、ある程度こうしっかりしてるなっていうのは、自分自身でやはり状況を判断して自分で決断してプレーを決めていくっていうことに関してはまだまだ改善の余地があると思いますし、やはりその自分の感覚だけでサッカーをやってる選手が多いなっていうふうに思ったので、90分のゲームの中で選手がボールを触ってる時間っていうのはもう2分か3分って言われてるんですよね。それ以外はやはりどこにいるべきかとか、どういうところにこう判断をして動き出すのかっていうことが非常に大事になってくるので、理由がなきゃいけないんですよね。でこの人がここにいるから私はここにいる、味方がこういう体勢に入ったから自分はここを選ぶっていう、その理由をちゃんとロジックで考えてプレーを選べるっていうことがすごく大事になってくるので、そこの考えがこういろんな意味でみんながこう合ってくると、いろんなそのコンビネーションも出てくると思いますし、そこを今伝えて積み上げて、ちゃんとこう理由があるプレーを求めていますね、はい、なるほどですね。高倉さんの今年の目標は何かありますか？もちろんチームのとしてはリーグ優勝っていうのはみんなでこう目標にしてますし、そこに勝つことだけっていうふうなことではなくて、本当に選手が成長していくこと、チーム自身が質が上がっていくっていうことを目標にして、一つずつクリアしながら、結果的にこう優勝が見えてくれば一番いいなっていうふうに思います。チームがリーグ戦で良い成績を収めるように心からお祈りいたします。はい、ありがとうございます。本日は本当に勉強になりました。貴重なお話ありがとうございます。ありがとうございました。はい、CM の後は感動と美しさにあふれた光をテーマにニュースを2本お伝えします。詳しくは CM の後。